にゃんせよ、コールミヤド。ということで今日は私にはちょっと珍しくカフェの紹介をしたいと思います、まあ、紹介っていうか私がねすごい気になってて結構前から気になってたんだけどなかなか行けてなかったので今回は YouTube っていうね、はい、言い訳を通してカフェにデザートを食べに行きたいと思います。今これね私動画撮る本当にさっきまでトッポッキ2人前を食べてきたんですけどデザートもしっかり食べたいと思います。ということでね今ここ、ホンデイックにいるんですけれどもこのホンデイックの近くねてかなんかまたかやと思うかもしれないんですけどヨンダンドなんですよ。なんかインスタとかでさ美味しそうなお店とか可愛いお店探してるとだいたいヨンナムドンですね。でまたヨンナムドンになっちゃうんですけどなんとねこの間紹介したいなり寿司屋さんよりも遠いです。でもまあヨンナムドンなんかこうなんていうのおしゃれなカフェとかあるから、まあ、見て歩いてる分には多分大丈夫だと思うんですけど、はい、こんな感じで今日はね皆さん持ってると思うんですけどイヤーポッツの、はい、イヤーポッツを食べに行きます。まあ、最近このお店ねすごい韓国でなんかホットっていうかこう人気が徐々に上がってきてて有名になりつつあるカフェなんですけどみんなが食べてもいいし、まあ、お土産ってここ何差し入れで入れこれ買ってってあげてもすごいおしゃれで喜ばれると思うので、はい、今日はそこをね紹介していきたいと思います。で噂によると美味しいらしいしかもイヤーポッツがじゃあ早速向かっていきたいんですけれども、今回ねヨンナムドンということで一番近くの駅ってか一番近くの駅はねなんか別にあったんですよ。なんか別にあったんだけど絶対使わなそうな線だったんだよね。だから今日はホンデイック駅から歩いて紹介していきたいと思います。ホンデイック駅の3番出口から出て歩いていきたいと思います。それではねみちゃん内から始めていきたいと思います。じゃん、はい、でこちらが、ホンデイック駅の3番出口になります。で3番出口から出たらねこの前の、はい、いつもおなじみのこの綺麗な道ったいのなんか遊歩道的な遊歩道立ってるかよくわかんないけどそこをもうひたすらまっすぐです。今までで一番まっすぐです。いつもだったらねこの車が通ってるところ右に行ったりとか左に行ったりするんですけどこれをねどこにも行かずにずっとまっすぐです。で大体このね交差点ぐらいまでがお店屋さんでここから先がね、ほぼ住宅街になりますね、多分見てみるとアパートとかマンションがずらっと。はい、じゃあこんな感じでずっと歩いてくると右側にこれちょっと可愛らしいカフェがあるんですよ。なんか青いカフェ、すごい可愛いんだけど何このカフェは、ディンガカフェハウスってところ。これを通り過ぎるとまたね車が通れるようなこう何道に出るんですけどもうそこを左じゃなかった右に曲がります。まあ、こんな感じで車が通れるところに出るんですよ。こっち行くとトレジュールが見えたりとかするんですけどこれ今度はまっすぐ行かずに曲がります。この横断歩道を渡って右ですね。はい、じゃあこんな感じで歩いてくるとこっちにはティクニックっていうカフェと反対側のこっち側にはねピンクのカフェがあるんですけどこれを目印に渡ってから、はい、左に曲がります。ここもなんかおしゃれなカフェだしマーガレットってカフェおしゃれ。わあ、何ここ、かわいい、何ここ、ベトナムのなんかなんだ、ベトナムのご飯屋さんかな、すごい異空間だわ、ここだけ、すごいトイレがオープンだ。何やにゃん、すごい、なんかここのボスみたいな顔してた。ここら辺なんだけど、どこや、あ、ここだ、この黄色いキリンがいるところ、キリンがいるところの一番上だ。
ここ。じゃあ入っていきたいと思います。どこから入るんだ？アイスカペラって箱や。綺麗なやつや。이거한개씩아홉개주세요。네네。자리에지금준비해드릴게요。네。これがケーキですよ。イヤーポットじゃないですよ。めっちゃ可愛くない？じゃあ、はい、じゃあこんな感じで何が何味なのかこうやって分かるようになってる。やば。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録をお願いいたします。じゃあ、ね、可愛い。めっちゃ可愛いんだけど、やばくない？ここまで歩いてきた甲斐あったわ。じゃん。じゃあ、いただきます。久しぶりにこんなに美味しいラテ飲んだ。何から食べよう。ショコラは最後に食べてって言われたの。多分味が濃いからだと思うんだけど、何から食べよう。無難にさ、ティラミスから食べる。ティラミス、こちらです。じゃあこれがティラミスです。下にね、ビスケットが入ってるんだって。じゃん。はい、こんな感じです。見えるかな、中が。ちょっと上から失礼します。失礼します。こんな感じです。スポンジかなんか入ってる中に。溶ける口の中で。うまっ。で、結構甘さ控えめだから、超甘党とかじゃなくてもう全然食べれる。うーまっ。一個瞬間ですよ、瞬間。一瞬でなくなる。これの表面がツルツルのやつは硬くないんですよ、柔らかいの。私ティラミス結構苦手っていうか、なんて言うんだろう、まあ、好んで食べたりしないんだけど、このティラミスめっちゃ食べやすい。じゃあ次は黒ごまチェリーですね。あ、ほらまたやっちゃった。こんな感じで手ぶつけちゃう。じゃあこっちの黒ごまチェリーです。じゃん。こんな感じです。じゃあいただきます。黒ごまとチェリーって合うんだ。めっちゃ美味しいんだけど。しかもなんか黒ごまはツルツルなやつじゃないから、触るとね、なんか変な感じ。確かに下のクッキーとめっちゃ合う、どれも。じゃあ次はキャラメル、バニラキャラメル。絶対美味しいと思う、これなんだけど。はい、じゃあこちらです。今私がさっきさ、テープつけちゃってここかけちゃったんだけど。うわ、こんな感じで中に何か入ってます。中と外にキャラメルが入ってるっぽい。ゴリゴリ甘いかと思ったら、そんなに甘くないの。結構遠いなと思ったけど、ちょっと来る甲斐あるよ、ここマジで美味しい。ピーナッツバタージェリー。ピーナッツバターなのに紫だ。超かわいい。かわいい。多分皆さんお気づきになったと思うんですけど、カフェの中に私ともう一人お客さんがいるの。どうしてかね、私が来る時から電話してたんだけど、でね、今ずっと韓国に住んでる人とか、まあ、YouTuber さんとかの韓国語のレベルの話をしてるんだけど、めちゃめちゃ気まずい。じゃあ大キウユ、チゴキウユ食べてみたいと思います。あ、もうね、綺麗すぎて結構割りたくないんだよね。本当にね、食べないで飾っておきたい綺麗さってわかる。もうそれなの、完全に。こんな感じです。かわいい。外
トがあるのか。ちょっと甘酸っぱいチョコ、あ、チョコじゃない、いちご。めっちゃ美味しい。最近さ、老舗系のなんかデザート系もそうだったし、デザート系についてる。今ね、4つ残ってるんですよ。チョコラとオクススキャラメル、トウモロコシキャラメルとココナッツレモンと抹茶ラズベリー。ココナッツレモンから食べてみたいと思います。ココナッツってくるとココナッツミルクまで想像したけど、ココナッツレモンです。うわー、綺麗。残念、こんな感じ。レモンの酸味がなんかこうレモンパンとかのあんちゃん、なんかよくさ、こういう形になってて白い砂糖みたいなのでコーティングされてるレモンパンってあんじゃん、あれのこう風味がする、すごい。でココナッツはすっごい強いわけじゃないけど、ココナッツ風味がこうふわっとする感じ。飲み物もなんかめちゃめちゃ美味しいし、デザートも超美味しいので、デザート私今回はこのイヤプッツみたいなやつの全種類頼んだんだけど、そこにね飾ってる中にシューっていうのもあったの、シュークリームみたいな。これも絶対美味しいと思う。私結構ね今オクススキャラメル、コーンキャラメル結構期待してんだよね。なんか先にちょっと抹茶ラズベリーを食べてみる。めっちゃ綺麗。ラズベリーめっちゃ美味しい。さっきからめっちゃ美味しいしか言ってないけど本当に超美味しいの。しっかりちゃんとねその味が書いてある味なんだよ。抹茶とかいちごとかちゃんとその味がするの。全然かけない話なんだけど、なんか私のすごい仲いい友達が今度ね赤ちゃん産むんだよね。すごいこう学生の頃に本当にバカみたいなことしてバカみたいに遊んでた友達なんだけど、お腹大きくなる写真とかも大きい状態の写真とかをさ見るじゃん、送ってもらって、なんかあんなにバカみたいに、バカみたいっていうか本当にバカがバカみたいに遊んでただけなんだけど、あんな感じだったらうちらもなんかお母さんになるんだなと思って、すごいなんか不思議な気持ちなの、友達がお母さんになるっていうのが。でもちろん今までも後輩だったりとか先輩だったりとかね、同級生とかも子供産んだりとかしてお父さんお母さんなってるんだけど、本当に友達の中でも一番近いって言っても過言ではない、そう友達2人の中の1人が子供を産むんですよ。もうねその子日本に住んでんだけど、私多分日本にいたらすごいいろいろ買ってあげちゃうと思う。まだ出てきてないのにすごいなんか可愛いもん。なんかもう本当に素敵、なんかすごいよね、人間の中でもう1人の人間ができるんだよ、やばくない。じゃあこれオクソスキャラメルです。トウモロコシの味する。わあうまい。本当に美味しい。今のところ第1位はオクススか大牛乳、トウモロコシかいちご牛乳なんだけど、これ結構いい勝負だぞ。とりあえずいちごは絶対なんか好み分からないからいちごは食べてみてほしい。じゃあついに最後になってしまった。こちらがねショコラです。ショコラ、チョコレートって書いてある。結局9個全部食べちゃうからね。こんな感じです。最後に食べてって意味が分かった。すごいね、なんかね濃厚なんだけど甘すぎないの。チョコレートが多分カカオ数度数が高いチョコレート使ってると思うんだけど、ソンジョソコラのチョコレートケーキより全然美味しい。美味しかった。イヤポッツ。ということでごちそうさまでした。今日一日このパヤパヤが治んなかったな。だんだん時間経つとさ降りてくんだけど、今日は降りなかったっすね。はい、ということで、まあ、結局結構全部食べたんですけど、ちなみに私この前にね2人前トッポッキ食べてるんですよ。まあ、デザートは別腹ということで、全部食べたんですけれども、ね、全部美味しかった。なんか微妙っていうのがなかった。てか今日のまつげめっちゃ綺麗とか、最近さまつげがめちゃめちゃ綺麗なんだけど、別にまつ育とかまつ毛育とかしてないんだけど、まつげがいい感じですね。ということで今回は、ヨンナンドンの超隠れ家スポットイヤーポッツケーキの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。おいで。